タイトル何ですかね。タイトル高木会社辞めました。辞めたい今流行りの辞めたい友達コレクションしたい。何チェックイン見てないって言ってたやりたい放題なんだじゃん。だって髪型やー、リソリソいいと思う。ビーンやーめ、ね、歌が外れてんな。歌がうわ、歌がうわ。女性ってやっぱかさんと喋ってた時ぐらいのやめろ。もうやめてからって何でも言えるのやめろ。そういうお話したい。ぜひお前の恋愛事情だよ。せーの、チェックイン、コマニャンです。よろしくお願いしまーす。ということで、私たち闇バイト辞めました。イエーイ。半分嘘で半分本当だよ。嘘というか確信が持てないだけ。あれはもう闇バイトです。だから辞めました。そうだよ。てかまた同じところで働いてたんですかっていうキモさ。そうだよ。普通に。ということで今日はストレスが溜まっちゃったのと闇バイトから抜け出したので暴飲暴食していきたいと思いまーす。イエーイ。ダイエットの安定中なのにいっぱい食べていきたいと思いまーす。イエーイ。失敗したら殺す。全部食べてるふりだよ。え、なんでそういうこと言うの。あ、詐欺師なんだお前。さすが詐欺師。詐欺集団の中でうまくやっていけてただけあるなって今は。一回食べよう。いただきます、うん、マセ。早速使うな。絶対コールセンターのバイトをしてたんですね。うん。あ、本当にキモかった最終日。本当は今日最終日の予定じゃなかったんですけど、あ、もう無理って思って気づいたら辞めてました。いわゆる営業みたいなお電話。な、みんなに言いたいことは、営業のお電話本当に気をつけて。主にネット商材を濁せてる。ネット商材や、生活用品、あ、本当のものをね、ご案内してたんですけど、うん、まあ、生活にお役立ち系は、本当にお役立ちだし、そうそうそう。クリーンだったから、求めてんのは分かっていく系だったんだけど、うん、いらないって言われたら、そうだよねってなるし、ただ、インターネット環境に関してはそもそも Wi-Fi 契約してる人になんか更新みたいな、そう、更新みたいな雰囲気を出してホームルーターなのかな、ポケット Wi-Fi に切り替えませんかっていう意味のわからないお電話かも。切り替えませんかだったらまだいいの、うん、切り替えですよみたいな、そう、まるでドコモのものですよみたいな雰囲気で、うん、実際違うの、うん、聞いたこともないような見えかんない Wi-Fi なんだけど、まず入った当初1ヶ月目ぐらいで、あ、これやばい、キモいかもと思って、そう、やめよう、もうやめ、そう、うん、その時点で早くやめてください、しようとしたんだけど、あ、でも、まあまあまあ、確実に。だけど途中で変わったの、生活用品、生活用品に変わったって、ね、それはもう本当になんてことなかった、うん、ただの生活用品だから、うん、ただ本当に営業だよね。いらなければいらないです、うん、あ、本当結構興味あっただろっていう方もいらっしゃるみたいな、うん、マジただその2択なだけみたいな感じだったんだけど、うん、はっっていうのが、まずインターネット環境を終わらせた際にそれを牛耳ってた社員も一緒に辞めて新しい環境を作り出すみたいな、そうそうそう、マジでまるっと変わったの環境が、うん、でその新しくなった環境に私たちは羽を伸ばし、うん、今結構いいやんかってなってたのね。めっちゃいい雰囲気って、そのもともといた社員ではないんだけど、まあ、ライブ講師みたいなその人がまあ責任者になって授業とかも営業じゃなくなったのよ、ほぼ、うん、なんていうかその確認の電話みたいな、うん、契約確認の電話とか、そうそうそう、でもそれも私たちも一から作り上げる要因だったから、そう、試行錯誤しつついい環境を作り上げて、あ、やっと固まってきたね、よし、この調子で今年もあと2ヶ月頑張ってみましょうって感じだったのに、突然、お、前の社員戻ってくるすげーほいってなって、あ、マジっすか。私その前の社員と馬が合わなかったっけ。それだけでもキモいのに。1月ぐらいに会社を辞め戻ってきたのが11月。え、早くないですかって。8、9、10、11って4ヶ月しか経ってませんよっていう話だし、うん、なんと私たちがいた会社に勤める前の会社の仲間たちを引き連れて、で、私たちが作り上げてきたその確認の事業とかのお仕事を奪われ、突然また怪しい営業をさせられそうになってたわけ、うん、しかもそれを指示出してくるのが今まで一緒に頑張ってくれたその講師の方ではなく、新たにやってきたその新人アイドルたちが急にあちゃんの言うこと聞いてみたいな感じになっちゃったわけ、うん、それだけでもキモいのに。やばかったよね。絶対やばかったよ。ああ、お客様の情報みたいな。めっちゃお姉ちゃんね、なみなみがちお前の会社の仲間たちがめっちゃキモくて電話をしてたわけ。で、前の2つの会社の人たちがまあ5、6人いたわけ。もともと私たちの上司だった人、戻ってきた人は違う業務、その仲間たちは営業の責任者みたいな雰囲気になったんだよね。で、なんかその責任者は何時に電話して何時にやったかみたいな見れるらしいの。初めてやるスタイルだったから、まず入力の方法を私が間違えてたのね、うんうん、第何回お電話みたいなのを書き忘れただけで、うん、田川さんちょっといいですかって言われて、もういい
って言って赴いたら、この37列と52列なんで抜けてるかだけ教えてもらっていいですかみたいなこと言われて、うん、あ、これは、あ、すいません、ちょっと気に入れます、これですね、すいません、今直しちゃってください、今直しちゃってくださいって、まあそれでもうざいんだけど、まあまだわかる、そう、これだけ、まあ私のミスだからね、うん、これだけならわかる、うん、で、あ、ポーンって思って直してたの、うん、そしたら、その仲間たちも一緒に入力してたんだけど、うん、その仲間たちがまず、ほぼ全部その私がミスったことをやってるの、何十件もあるのに、うん、最後の第1回みたいなところ入力してなくて、うん、え、こいつも入れてないやんけって思ったのに、何もご指摘してなくて、あ、ほんと、ね、イラついちゃったな、そう、まずそこで第1位だね、うん、ダメだねこれなって思って、そしたらそれがしばらくしてから、コバが別の私たちと同じようなバイトの人も同じことやってたんだけど、その忘れちゃってたから、山内さん、ここの第1回目って入れないとダメみたいですってコバが言ったら、うん、あ、なんかありました、なんかありました、え、なんかありましたって言ってきて、最初マジでなん、うちらに言ってると思わなかったよね、私は自分に言ってると思ったよ、気づいた、うん、なんかそういうのあったら一回全部僕通してもらっていいですかって言ってきたの、普通に見落としてるのやばいんで、お前やばいから、そう、私がご指摘してるわけ、お前が見落としてんねん、てか、あの、その、そいつらが来る前に、そのね、確認ルームの際に、リーダー的なポジションだったわけですよ。まず、その、外部講師の方と、私たちが、ま、結構上の方だった、もう、歴も長かったからさ、私たちは上の方だったわけ。うん。なのに、いきなり、歴としてはさ、あっちの方が短いわけじゃん。この会社の歴としてはね。そうだよね。昨日今日の話だからね、やってきたの。うん、なのに、バイトと社員っていう立場の違いはあるけど、いきなりそのポジションを奪われ、業務も廃止され、しかも0から1。に作り上げたんで、私たちは何にもわからないのにやってやってって言われて、ライブ講師の方と切磋琢磨しながらはぁっていう中でやったのにもかかわらず一瞬で壊し、しかも文句までやってきたんです。まあ一番かわしたのはその外部講師なんだけどね。そうだよ、彼女本当にマジで困ったしか思ってないの。困ったさんだな。いつでも警視庁の方とか情報提供させていただくので、私たちも本当にこれがおかしいことなのかっていうのはまだ確信できてないので、うん、お調べしていただいた方がいいかもしれないっていうのは思いました。おかしくないことはないよね、絶対に。おかしくないことはない、うん、グレーではあるよね。グレーではある、よくてグレーだよ。ホワイトでは絶対にない。その内容もキモいんだけど、やってることキモいのね。とにかくその、うん、考え方がバカすぎて無理、目先のことすらも本当に考えてるみたいな行動、全部結構やばいかもってなってから手つけて、他のことをおろそかにして、結構やばいかもがどんどん増えていってるって感じ。しかもやめたトリガー言っていい、最初から決め決めって思って、うん、11月いっぱいでやめてようと思ってたんだけど、うん、後からやってきたお友達たちの中のリーダーがまた、田川さんちょっといいですか、ね、それもすごいよね。そう、私のことをわざわざ、こんな距離だよ別に、すぐそこなの、本当に目と鼻の先なのに、うん、なんか田川さんを叱ってるみたいな雰囲気を出したいのか、うん、よくわかんないんですけど、本当に田川さんですよね。うん、なんかちょっと本当にキモくて、おめでとうしたんだけどね、バッカじゃねえの、早くやめろこんなところ、子供も働いて捕まれお前は、うん、人生めちゃくちゃにされろ、この前言ってきたんだけど、ここ 2,3 件の話なんですけど、この電話とこの電話かけるまでに3分ぐらい空いてるんですね。で、この3分何やってたんですかって言われたって、後からやってきた初対面の男にね、3分で、え、ちらがおかしいのかな、コールセンターってその業界ですよって感じ、もしかして、フェアフェアゲーム、じゃあコールセンターお前見てねえよって話だからやめたまでなんだけど最大やんな、お前やめてねえよってあの時も電話関連だと思う電話 NG なんだ。普通に電話してました、うん、で、大体電話って1件かけるのに30秒ぐらいですね、平均。でも3分かかりすぎですよね、もし普通にかけてるだけだったら処理能力遅いんでって言われたから、じゃあお聞きしますけど、あの、私にだけ指摘してくるのって何か理由ございますかって聞いたわけ。これ本当だよ、本当に隣で聞いたもん。したら、確認できた人からお話してますって言われたから、うーん、じゃあ私が何やってるかしか今のところ確認してないんだ、一人ずつ確認して、今日一日はこの人、今日一日はこの人ってやってるんだ、これからめちゃくちゃ効率悪いのねって話、ブーメランです。マジで営業しか脳ないよね、営業しかできない、正直営業はできる詐欺師だからね、営業できることを仕事できると勘違いしてる。そうなんだ、まあ、その業界だからしょうがないって言えばそうさ、目前なんだけど、でも手伝ってちょっとありますから、まあ、向いてなかった、本当にうちらには向いてなかったと思う。なんかやり捨てっぽいな感じは本当に無理、もうちょっと困るとき、困るときにやめればよかった。まあ、ただ一つ決めたことは絶対ネタにしようって、これネタにしなきゃマジでやってらんねえよ。うちらってやっぱね、そこだよね、本当に救い、まあ、いけーと思っても、ネタやっとーと思えるから、まだマシ、ね。これでお金稼ぐ、お金稼ぐ、私はスターって。お金稼ぐ。私はスターになれるからまだいいよ。やっぱ、高時給怖い。条件結構良かったしね。高時給だったけど、なんか最初、ごまかされてましたよね、研修とか行って時給。私たちが、え？ってなったから、うん、掲載されてた時給と違うみたい で、研修期間1ヶ月って書いてあったんですけど、もう1ヶ月過ぎてますよねって言ったら、あ、そうやな。まあ、そうやって書いてあったんなら、それは言うてくわ。まあ、その時点でお察しだよね。電話ができなかったね。どうぞ。じゃあ、飲み会って感じですよ、それは。でももう、もういける。
はもう顔真っ赤にしなくても対応可能、いつ頃ご都合よろしいでしょうかって感じ、お前の心の準備はよろしいでしょうかって。さてもしここで気まずくなっても会うことないわけじゃん、会おうとしなければ。何文句、感謝、彼女って別れるんだ。別れないよ。別れないよね、結局別れないよ。てかああいう男意外と、意外じゃないかもしれないけど平気で失恋します。平気で浮気するよね。平気で浮気するよ。しかも意外と彼女と全然タイプ違う女と浮気するのね。性格が好きな女と性癖がちょっと相違ありそう。意外とさ熟女好きとか可能性あるよ。自分の女ですよね。ちょっとやってそうだもん、ママ活だしできるもん、あの顔だったら。だってあの年で弟身が出てんだよ。師匠じゃねえよ、私は好きだよ。顔真っ赤だもんね。顔じゃない、耳だよ。顔の髪真っ赤だって。ただな。しかもさ、恥ずかしい。そうで一切見せないもんね。吉田さんってこれで吉田って呼ぶんです。吉田と書いて吉田って呼んでくるね。ああ、オッケー。あ、そうなんですよ。珍しいですかね。まあ大体吉田って読みますよね。あ、そうですよね。でも僕の出身の村では結構1割ぐらいこれですよ。村っていう会話が聞こえて、んでチラってコマの方を見たら、真っ赤。ね、吉田さんのことを結構ガスコイだ、リアコだったのね、こじらしちゃってて。しかもパソコン越しなのね、私はもうお誕生日席のとこにいて、そうで、その挟まってるこの線上にいて、吉田さんがいたわけ、そこに。でその真向かいに私、田川さんがいたわけ。そう、田川さんからは見えないので、ね、吉田さんは、吉田さんから田川さんは見えない。で私から、私は見えるので、コバがガチ恋なの知ってるから、あ、わしゃべりしてるって思ってたの。でもなんか結構テンション低かったから、村ってとか言うから、もっと村ってなんだよ、村ってなんだよ、いぐらいね、言ってもいいんじゃないのって思ったの。でもチラッて見たらマジか、真っ赤、真っ赤かなのに、本当に今まで見たことないぐらい真っ赤で、マジって思って、本当に嬉しくなっちゃって、本当にもう一語一句覚えてたもん。まずあのこの二人が会話してるの初めて聞いたし、そう本当に会話できないの。やっとコバから話しかけたのね、うん、そのまあちょっと部署が違ったの、ね、そうそうそう、ちょっと部署が違くて、でもお手伝いのためにコバの業務を手伝ってくれて、そうでその時にまあなんかサインじゃないけど、誰々が担当しましたみたいなのを入力するところに、よしたあの対応しましたみたいなのを送られてきて、コバがそれを確認して、よしたって読むのは知ってたんだけど、ねえこれでよしたさんって珍しいですよね。マジこんくらいのテンションだよ。それちゃんと拾ってくれて、飲み会楽しみ来なかったらどうするの、私のせいなんだ。飲み会の時に私が酔っ払って、うん、めっちゃけ吉田さん、私たちの活動知ってますよね、あ初めて会った時めっちゃえみたいな顔知ってますよね、いい、知らないです、後から知ってますね。え、マジ一回見てください、本当に毎日チェックしてくる、本当にあのチャンネル登録、高評価、通知のベルお願いしますとか言っちゃって、で本当に通知のベルやっちゃって、それアコバイトアクソでしたの動画見て、面白そう、じゃあ開けてみたらこれ。彼女と別れそうとか言ったことないのに知ってるの怖っ、えっやばってなってドン引き、盗み聞きで知りました。これ外部講師が、吉田さん彼女とは大丈夫ですか、危ないって言ってましたよね、危機は脱出しましたか、大丈夫ですかみたいな時に思わず、村野さんこれいけますか、じゃあこれ先行っちゃいましょうか。通じたんだ、外部講師はなんで別れそうって知ってたのかなって。あ、ポイント取っちゃってたんだ、そこ二人。あー、ポイントだな、これが。ポイントです。そこなんなん？そこなんなんって、お前らなんなん？え、私はね、吉田さんは外部講師のこと好きだったと思うよ。うん、でも外部講師は何とも思ってないよ。うん。絶対好きだったよね。死語的な。そう、死語的な女。サバサバしてて。そう。だけどなんか動画みたいな女好きだよ。絶対そうだよ。気にない女好き、自分に。追いかけたいタイプだ。ワンちゃんなんだ。尻尾見てんだ。彼女がなんか彼氏と仲良くしてる時の話とか聞いて、ちょっとやけに気をつつ、うん、より一層惹かれてるんだ。自分と全く違うタイプじゃん、うん、彼氏が、うん、それもなんか、うん、でなんかじゃあ無理だなっていうのも燃えちゃうみたいな、トリガーだよそれが。青い空が綺麗だった日、あの日も忘れてない、この空がトリガーのとこしか覚えられない、最初から知ってた。吉田さんの歌なんだこれ。恋人がいるってさ、最初から知ってた、私はただの友達、君に勧められた YouTube チャンネル、チャンネル登録もしてるな。それ見るたびに、あ、聞くたびに心キュってなった。好きな曲流れて喜んでるのとか、うん、お前の反応を見て喜んでるの見て、うん、可愛いなって本気で思ってたんだ。私のこと？え、違うよ。お前本当にさ、自分の都合のいい
漫画に解釈するの得意すぎ。彼女がそのアイドルソング流して喜んでるとことか、お前にその曲聴かせて、お前の反応を見て、喜んでるとこを見て、いいなって本気で思ってたんだって話なんで、お前っていう文字が出た瞬間、お前と吉田さんの文字が出た瞬間、そこがなんかいい感じになるのハマりすんの、お前は本当にダメに見ちゃダメですか。手紙の少女じゃいられない。